さあ、ということで今回から第4章の方ね、やっていこうかなと思います。我が半身よ。ということで、まずは自宅の方に移動しましょう。バグの正体はバーチャドールキー、ミュウの後継機のようですね。メビウスの悲劇を繰り返させないとのことでしたが、キー、そしてバグは帰宅部を名乗っているようですね。メビウスを破壊したといわれる忌まわしき者たちの名前です。まあ私もメビウスとやらの件は管理側の手落ちだと思うね。ミュウを半ば騙して使っていたそうじゃないか。その点うちの女神様は大変優秀だ。どこで覚えてきたのか。君は人間のことをよく知っている。弱い者の気持ちはよくわかりますから。でそこの温帯はバグに大敗しおねんねだったというわけかい。負けたなら負けたなりに帰宅部の人数やら特徴やら報告することはないのかな。記憶がない。きっとバーチャドールの仕業だ。僕の記憶をいじったんだ。面白いね。支持者のいないバーチャドールがそんな能力を得られるか。マキナが倒されたことだけで。そうなるね。敗北を秘匿している学士でもいなければの話だがね。そして音体が負けたことでさらに力を得ている可能性が高いわけだ。待ってくれ。全くヒントがないわけじゃない。僕は今回50人イベントの当選者を出してる。この50人ペアだから100人か。帰宅部はこの中にいるはずなんだ。僕にもう一度やらせてくれ。次こそあいつらを叩きのめしてやるとのことだけど。もう結構。あなたはいつも通りの活動に戻ってください。そんなブラフマンさん。イベントに来た人間のリストから一旦立伏学園生に絞って問題ないかと思います。その心は。帰宅部の中に得意点が混ざっています。嘘でしょ。それはそれは面倒なことだ。得意点？これはちょっと作戦を考える必要があるかもね。ちょっと打ち合わせといこうか。得意点って何なんだよ。なんで僕だけ知らないんだ。私も知らない。興味もないけれど邪魔になるでしょ。私はいつも通り楽曲作りに戻るわ。ええ、それで構いません。お前も出て行け。なんで。まあでもさ、立伏学園に帰宅部が潜んでいたとしてもしばらくは手を出さない方がいいんじゃない。どうしたお嬢ちゃん。学園祭、あんな目立つイベントぶち壊すわけにはいかないでしょ。くそ。どいつもこいつも僕をバカにしやがって。絶対に許さないからな。うん、すがすがしい朝だ。
久々に外に出れて大変いい気分である。しかし2日も寝込むとはな。記憶消去パンチを使ったのがお前を消耗させてしまったのかな。気をつけるのだぞ。何せ我らは一心同体なのだ。キーが活躍するにはお前のエネルギーが不可欠だからな。体力もつけるよ。キーも元気ないでしょう。頑張ります。うん。まあこの世界でトレーニングといっても具体的に何をすればいいかはよくわからんがな。いや、もしかするとキーの迷いがお前の体調にも影響したのかもしれない。ブラフマンが言っていたことを覚えているか。母やキーに対してお前らには人の気持ちがわからないと。正直何も言い返せなかったよ。人間の気持ちはわからん。コバトがなぜあんなにキーに当たってくるのかもわからん。正直わかりっこないしわかるつもりもなかった。だがそれがリグレットとキーの差で、それがこの状況を招いているとすれば、キーは人間を理解しなければならないんだろう。ん？あそこ歩いてるのはササラじゃないか？おーい、ササラ！久しぶりだな！おはよう！ああ、二人とも久しぶりだね。おはよう。キーたちが学校休んでる間、なんか変わったことあったか？ううん。あ、でも学園祭が近いからみんな準備に大忙し。学校が賑やかになってきたね。なんだ、そういう話か。のんきなものだな。早く帰らないとって気持ちはあるんだけどね。それと同時に帰宅部のみんなにも学生生活楽しんでほしいなって気持ちもあるんだよね。辛い思いをいっぱいしてきた人たちだから、帰宅部の活動も振り返って少しでも楽しかったって思えるようになるといいなって。そそろ、人生とっても長いんだから。あれ、どうした？あの子こっち見てる？おや、顔グラありますね。おはようございます。すみません、じらじら見てしまって。美男美女でとてもお似合いのカップルだなと思ってつい。カップルだって。僕、立伏学園中等部の月島龍斗と言います。月島龍斗。龍斗ちゃんね。龍斗ちゃん。私は立伏学園高等部の網木ササラ。よろしくお願いします。あの、お邪魔じゃなければ途中まで一緒に登校してもいいですか？もちろん。中等部の学生生活も聞いてみたかったの。おお、ササラが美少年を垂らし込んだぞ。では僕はここで。うん、いろいろお話ししてくれてありがとう。次は学園祭で会えるといいですね。そっか、学園祭は中等部とも一緒なんだっけ。よろしくね。それではまた。なかなか礼儀正しい見上げた少年だったな。可愛かったね。中等部の生徒会長だけあってしっかりしてたね。ああそうか、あの子も現実だとあんな小さいとは限らないのか。まあ確かにそうですよね。遅いですよ、二人とも。間もなくチャイムが鳴る時間です。翔太ちゃん、おはよう。おはようございます。アミキ、最近登校時間が遅くないですか？以前は早すぎるくらいだったのに。うんうん、そうだよね。遅刻間際で登校するよりも早めに来て授業に備えた方が有意義だとは思いませんか？うんうん、そう思う。分かっているなら
なぜ実行しないんですか？最近スマホの勉強をしてるの。部活動でワイヤーいっぱい使うから慣れなきゃと思って。あ、なるほど。翔太ちゃんは今日も真面目で偉いね。あ、翔太が諦めた。部長、君もしっかりしなさい。部長たるもの、部員の模範となるよう常に努力しなければなりませんよ。翔太先輩の方が部長っぽい。部長変わろうか。そんなことはありません。俺は部長なんて器じゃないんだ。もういいです。二人とも教室へ急いでください。はーい、それじゃあまたね、二人とも。たださ、これで顔グラありの子がそこそこ出てきてますよね。帰宅部に入ってなくて遅刻ギリギリだったから今日も休みかと思ったわ。リュウトくんだったりニコちゃんだったり、あとはココアちゃんか。でココアちゃんっぽい子がいたんだよね、あの学士のさ、話してる場面でっていうか、 QP っていう子なのかな。気をつけてくださいね。その辺も気になりますよね。一番なんですから。でちょっとお前には言いにくい知らせがあるんだけどさ。あの私から言いますね。部長が休んでいる間に学園祭の実行委員会決めがあったんです。各クラスから2名ずつ選出しなくちゃいけなくてですね。多数決でそのうちの一人が部長に。おっと、マジか。まあこのタイミングで休むとそうなるわな。あるある。できれば私が引き受けたかったんですけど、生徒会の仕事があるので難しくて。ごめんなさい。気にしないでほしい。ひどい。なんとかそう言ってなりますよ。助かる。僕が代わってやりたいんだが、ちょっと事情があってね。けどさ、実行委員って具体的に何すんだ？実行委員は学園祭の縁の下の力持ちさんなんですよ。とにかくあちこちを走り回って学園祭に尽力するんです。学園祭がうまく開催できるようにいろんな下準備や調整をして、その活動内容は多岐にわたります。なるほど。じゃあ考えようによっては学園祭実行委員に選ばれてよかったんじゃないか。確かにそうかもしれませんね。学園祭実行委員の中で帰宅部候補が見つかるかもしれないですし。ねえ、あなたも学園祭実行委員なんだよね。あ、山本さん、ココアも実行委員なんだよ。よろしくね。誰だっけ、よろしく。これなんかあるんじゃないか。うん、よろしく。よろしくお願いします。そういえばうちのクラスの出し物だけど、あなたは休んでたからまだ知らないよね。そういやまだ伝えてなかったな。うちのクラスの出し物はコクってラブラブぴったんこだね。出会い系のイベントみたい。なんか男子が無理やり決めちゃって、こういうのってちょっと恥ずかしいよね。よく言うぜ。ナタ君、何か言った？別に。そう。あ、今日って確か実行委員が集まる日ですよね。うん、放課後に委員会があるよ。顔合わせじゃないかな。放課後一緒に行こうね。それじゃあまた後で。悪い、代わってやりたかったんだけど、僕なんとなくあいつと反りが合わなくてさ。頑張ってくださいね。この学園祭通じてなんか進展してくるのかな。どうなんだろうね。
結構人がいるけど、かっこいい人来てないかな。あれ、先輩もチェックイン。ヒリコちゃんも。災難だね。こんにちは。1年生よね。お友達なの？あ、ココア先輩だっけ。こんにちは。あれ、ココアのこと知ってるの？有名人じゃないですか。上級生でめっちゃモテる人がいるって噂。あんまり友達いない私でも知ってますよ。そんなことないよ。それに有名というならキリコちゃんだって。1年生に校則も法律もものともしない勤労の異名を持つ女の子がいるっていう。勤労？いつの間にそんなに盛られてる。盛られてますね。でも意外だね。ココアの聞いてたキリコちゃんはこういう委員をやる人っていうイメージじゃなかったんだけど。お察しの通り、私は学園祭実行委員なんてやりたくもないし、キャラでもないんですけど。けどうちのクラスがあんまりにも委員決めが進まないから、もうイライラしちゃって、それでついつい引き受けちゃったっていうか。いるいる、そういう人。まあ私のことはいいんだ。それより先輩、あれ見てよ。ねえ、ああ、そこの君も同じ時期。小畑先輩、すっごい可愛くてビビっちゃったんだけど。俺、風祭り小畑ね。仲良くしよう。小畑先輩、あの後みんなで何度もワイヤー送ってるのに全部未読スルーだからね。どんまいすぎる。しかもさっき声かけたら私のこと知らないふりするの。さすがに殴ろうかな。あの人、小畑先輩っていうの？知り合いなら紹介してほしいな。お？今俺のこと呼んだのって君？はい、すっごくかっこいい人がいるなって。マジで？めっちゃ見る目あるね。だけど君もすっごくかわいいよ。かわいすぎて直視できないくらい。やだ、先輩ってばお上手なんだから。本心なんだけどな。あ、俺は3年の風祭り小畑ね。2年の山本ココアです。小畑先輩にはぜひココアって呼んでほしいな。いきなり呼び捨てちゃっていいんだ。小畑先輩みたいにかっこいい人なら大歓迎。ならお言葉に甘えとくよ。よろしくな、ココア。はい、よろしくお願いします。ココア、ドキドキしちゃうな。こんなにかっこいい人と知り合いになれるなんて。実行委員引き受けてよかった。俺も委員決めのくじ引きで当たり引いた時は面倒かったけど、ココアと知り合えたこと考えたら委員会来て正解だったわ。やばいな。やべえな。すみません、遅れました。ニコちゃんもか。ああ、大丈夫だよ。まだ委員会始まってないから。なんだ、よかった。あ、どうも、前にちょこっと話したことありますよね。駒村ニコです、よろしくです。この間プラネタリウムであったよね。確かに言われてみれば。え、何のことですか？ねえ、確か隣のクラスの子だよね。私、宮迫キリコ、よろしく。あ、キリコちゃん、有名人だし知ってるよ。よろしく、仲良くしてください。こちらこそ。私そんな有名なの？うん、敵味方構わず近づく者をひたすら殴り倒すゴールデンゴリラ、略して GG の異名で恐れられているって聞いたことがあるよ。絶対に言い出したやつ見つけ出して殴り倒すわ。これは探してたしかないですね。はあ、
今日はお昼休みを潰して校内の飾り付けか。昨日も一昨日も放課後に予算会議とかいろいろやったし、学園祭実行委員って思ってた以上に忙しいんだね。想像だともっとワイワイキャイキャイ楽しいものだと思ってた。ここは疲れてきちゃったな。完全に同意、やる気出していこう、頑張っていきましょう。そういう感じなんだ。でもあなたと二人きりだと思うと悪くないかも。なんて学園祭実行委員の活動中ですか。お昼休みにまで大変ですね。飾り付けって実行委員さんのお仕事なんだね。わあ、まだたくさんあるね。ほんとめんどくさい。よかったらお手伝いしましょうか。ほんと？じゃあお願いね。ココアの分はこれだからよろしく。はい、わかりました。ありがとう。あ、ユーマくん、ちょうどよかった。一緒にお昼食べよう。やれやれ、青春を楽しんでるね。部長もお昼ご飯はまだですよね。それなら急いで飾り付けしちゃいましょう。あれ先輩、2年生ってまだ飾り付け終わってないの？私たち1年はもう終わったよ。え、早くないか？早くやらないとお昼食べ損なっちゃいますからね。みんなで必死にやったんです。先輩たちもみんなでやればすぐに終わりますよ。キリコちゃん手伝ってあげよう。仕方ないな。青春、これぞ青春。こういうの好きなの私。一気に仕上げちゃおう。ありがてえですね。さあ、さらに数日後っぽいね。帰り、ちょっと遅くなっちゃいましたね。二人とも学園祭実行委員のお仕事お疲れ様です。まあ自分が引き受けちゃったことだからね。それよりマリエ先輩も結局手伝ってくれちゃってんじゃん。生徒会の仕事もやってんでしょ。ありがとうございます。でも私は好きでやっていることだからそんなに疲れてないんですよ。へえ、成人じゃん。三人とも遅くまでお疲れ様です。うん、待たせたな。しかしキー的には人間特有の無駄な長時間会議を体験できて楽しかったぞ。あちらを立てればこちらが立たず、時間割ごときでエゴとエゴのぶつかり合い、人間を理解するには大変勉強になる。まあまあ、お仕事の話はこの辺にして、今日はマリエちゃんの入部をお祝いして歓迎会なんだから。わざわざありがとうございます。本当ならコバトさんも呼びたいところなんだけどな。あの人はダメですよ。未だにワイヤー未読スルーだし。残念ですね。本当に帰宅部に参加するつもりはないんでしょうか。リドゥを楽しんでいるタイプですからね。いずれしっかり話をする必要がありますね。ま、今日はマリエちゃんだけってことで。いずれコバト先輩も仲間に本格的になるんですかね。どうなんだろうね。電車が帰宅部の部室って不思議な気分ですね。なんだかんだ落ち着くようになってきたよ。ここなら敵に見つかる心配もない。乗るときはキーがいないとダメっていうのがちょっと面倒いけどね。ふーん、こんなところを根城にしていたとはね。おおや、何者だ。こんにちは。あら、リュウト君。どうしてこんな子供が。いや、
尾行しただけ。お前たちがホームで話している間に先に入らせてもらった。ん？この少年って確かリュートちゃんだよね。何？知ってる子なの？うん、この前ね一緒に登校したの。部長ちゃんも一緒に、3人でね。その説はどうも。なんかあの時と態度が違くないか？私は生徒会の業務で何度か会ってます。リュート君は中等部の生徒会長なんですよ。すごくしっかりしていて、話していると中学生だなんて思えないくらいです。それはどうも。そう見えるようにしてるんで、当然といえば当然なんだけど。でも驚いたね。この世界がおかしいってこと、マリエさんも気づいてたなんてね。は？今なんて。この世界偽物だろ。違った？違わない。でもなんでだ？俺はさ、夢を見たんだ。妙にリアリティのある嫌な夢。あ、それからあちこちでノイズ混じりの変な影を見るようになった。それは他の人間には見えていないらしい。最初は俺の頭がおかしくなったかと思ったが、俺に限ってそんなことはありえない。わお。そこからは仮説と検証の繰り返しだ。決定的だったのは、電車や車で遠くへ出かけようとしてもどこにもたどり着けずに戻ってくることだ。ファンタジーな結論になってしまうことに若干の躊躇はあったが、別世界に取り込まれたと思う以外にない。なんだこいつ。まあ仮説が確信に変わったのはこの間通学路でお前を見てからだ。え、キイのことか？まさかササラに声かけてきた時。そう。お前あの時キイのこと見えてたのか？そっか、それでリュウトちゃんはこっちをじーっと見てたんだね。そういうこと。でその後はしばらくお前たちのこと調べ回って大体のことを把握したつもり。それで今しがた帰宅部と名乗っているということも分かった。現実世界へ帰るために部活の体で集まっているんだろ。正解だ。それ全部一人で気づいたのかよ。すげえな、やべえな、リュウト君。末恐ろしいですね。でさ、この世界にいても時間の無駄だし、現実に戻るならお前たちと一緒にいた方が効率良さそうだと思ってるんだよね。だから俺も帰宅部に入ってあげてもいい。どうする？めっちゃくっちゃ生意気じゃん。なんだこの気持ちは。素直に入れたくない。ようこそ帰宅部へ。信用ならない。ようこそ。それがいいと思います。からのようこそ。ちょっと私の知ってるキャラじゃないんですけれど、リュウト君が味方なら心強いです。リュウトちゃんはもうお友達だもんね。ちょっと私の知ってるキャラじゃないですけどが、面白かったな。リュウト、お前リグレットの手先ではないな。ああ違う。そうか、やはりリグレットが敵か。嘘はついていないようだな。今のは何？これぞムー君を倒して手に入れた能力。心拍数や発汗量などから二択の質問の嘘を見抜く。嘘発見キーだ。うん、キーもリュウトの入部に賛成だ。ってことで今日は急遽マリエとリュウトのダブル歓迎会だな。じゃあそういうことで。俺を入部させられてよかったね。おめでとう。じゃあいろいろ答え合わせさせてよ。この時間が一番楽しいんだ。
ちゃけかなり戦力になってくれそうな感じはしますよね、リュウト君。今日って実行委員の集まりなかったですよね。時間あるなら風祭りさん探しに行きませんか。昨日リュウトが呆れてたろ。覚醒したやつがいるのに仲間にしないなんてありえないって。あれ、僕もそう思うんだよ。やっぱコバトさん仲間にしたいよね。まあそうですよね。放っておいたら仲間にしないだよな。コバトさん強かったし、仲間になってくれたらかなり戦力になる。今日こそ風祭りさんを捕まえて説得しましょう。私も頑張ります。まずどこにいるのか探しに行かないとですね。まだ帰ってないといいんですけど。さあ、ということで移動ですね。とりあえずは3人編成か。こっちですかね。よし、行きましょう。あ、いた、コバトさん。げ、あの、私たち話があって。わあ、おい、素早い。逃げた。追うぞ。あれ、いないぞ。どこいた。まずいですね。帰られてしまうかも。エントランスへ先回りしよう。さあ、ではエントランスに行けばいいのかな。さあ、では降りていきましょう。コバトさんの下駄箱はどこだ。靴まだあるといいんだけど。あ、いた。見つけたぞコバト。やっぱ帰ろうとしてたな。は？お前らなんでこっちにいんだよ。2年の下駄箱はそっちだろうが。風祭りさんを探しに来たんです。話がしたいんです。どうせ俺を面倒ごとに巻き込もってんだろ。させっかよ。あー、また逃げた。逃がすな。追うぞ。さあ、では追いかけていきましょう。上かな。3階か屋上かどっちかかなってことは。どこ行ったコバト。見失ったな。この階にいるか。あれ、先輩たちどうしたんですか。なんかすっごい息切れてません。あ、ニコちゃん、コバトさん見なかったか。さっき階段登ってったはずなんだけど。ニコは見てないです。ありがとうございます。別の階ですかね。ならもっと上の階探しに行くぞ。コバトのやつ絶対捕まえてやるかんな。さあ、ではちょっとね、ニコちゃんの表情も気になったんだけど。よーし、いきますか。屋上ですかね。ってことは、ブイツ
ないで出てこい。いい加減しつけんだよ。これ以上俺の青春の邪魔をすんな、バーチャドール。待て、コバト。なぜお前はキーをそこまで憎んでいる？話を聞かせてくれ。キーさん、認めたくはないが、キーはそこらへん下手くそだ。でもお前のことも理解すべきだとキーは感じている。嫌なこった。何もかも遅えからな。じゃあな。キーさん、ブラフマンの言っていたことを気にしているんですか？うん。バーチャドールに人の気持ちなんてわからないだっけか。気にすんなよ、らしくねえじゃん。キーらしさってなんだ？人の気持ちのわからないバーチャドールらしさって、今日は風祭りさんと話すのは無理そうですね。日を改めましょう。マリオヘッドじゃん。なんで校内にいんの？どうしますか？キーのいないところで快適するのはまずい。今のうちに処理しておこう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。